おいそこんにちは、おめでです。今回はヌーペさんの編成を使っていきたいと思います。まあ画面上の BDC 通りっていう感じなんですけども、今回主役となっていくキャラクターが、ウルトラマントリガー、ウルトラマンついてないな、トリガーダークの究極進化の方になりますと。でこいつがバインドあってスキブは4つ、指プラス毒耐性操作とかあって10強2つに超つなげとなっております。ということで火力がめちゃめちゃ高くて、なおかつ闇属性副属性にも持っているよと。で6ターンスキルでロック解除闇6個生成の闇エハ3倍の無効貫通、これがめっちゃ強くて、まあリーダースキルも強いんだけど、今回はサブ運用で、ハドラ、稲ハドラで使っていきます。前回の編成もまあ稲ハドラ使ったんですけど、前回はこの未知の神聖でボスをハドラ打って、まあ、真ん中まで削ります。その後ハドラ溜め直しが必要になったんですけど、そこを溜め直すよりも早くこいつのスキルがもう一回カバーしてくれるので、これがめっちゃいい。だからまあボス階層でこそかなり活躍できるようなキャラクター、まあその他の面ももちろん強いということでやっていこうかなと思います。学園稲ちゃんです。枝豆に、リーダーチェン体制の闇目のアシストで、式神の方には、まあ、遅延さんでいいっぽかったんで遅延さんに揃えてます。でドラゴンキラーにアポピスで10強ですね。でこちら潜在同じ、聴覚性同じ、バルディターンアシスト、ガローはスキルプラス、HP プラスプラスとちっちゃい HP もつけました、余ったんで。で、アテン君をつけてます。でトリガーダークの方には10強上限つけて、ユークスアシスト、でハドラは50倍か強化、上限解放、遅延2の、ゼウスギガ闇アシスト、これでいきましょう。はい、ということで、まあ早く安定してクリアしていこうかなというところで、序盤の立ち回りはねなんとなくもう覚えたんですけど、後半戦はちょっと PDC 画面しっかり見ないと分かんないかもしれないです。ガローの上打って、式神打って、トリガーダーク打って、回復を消さないように、あこれ回復でも消さないとコンボが多分乗らないぞ。そんなことない？ 3,4,5,6,10 乗った、よかった。10乗らないと抜けないから。 OK、 回復をねまあしちゃダメって感じかな。回復しちゃうとこのターン火力が出ないっていう、あのアポピス打っちゃうので自傷しないんですよねこのターンは。なのでまあ今回はやめましたよと。でここに関してはこれとハドラ打ってずらすだけなので、ちょっと あえてですねこの闇を10個消しで、はい、でコンボ重なるので10コンボは安定します。これで抜きます。 OK、で3階層です。式神とガロー、まあ、確定打ちでいいと思います。ガローはルーレットから取り出せるからええやんって思うかもしれないんですけど、次のターン遅延して1コンボで貯めてるときにガローの上が溜まっちゃうので、ここでガローは確定で打つが僕はいいかなと思ってます。はい、ガロー打って OK ですかね。まあ10コンボしておけば大丈夫、だいたい雑につなげて10コンボしておけば抜ける。はい OK、 で4階層で遅延かけます。遅延かけたら4ターン1コンボやっていきます。でまあ敵の行動、つまり1回起こすってことだね、敵を1回動かしてあげます。でこれね、俺も知らなかったんだけど、これね敵行動するんだけど攻撃はしてこないんですね。ちょっとここまで俺意識して今までやってなかったので、はい、相手を1回動かします。無効貫通と9コンボ以下吸収なので、でガローがねここあと2なんで、まあ、ちょっと危ないよって感じですよね。でこれとガロー打って、でハドラー打っていきます。であとはまあ全力消しっていう感じですね。はい、まあ銃してれば抜けるかなっていうところです。 OK、 で5階層、リダチンは食らいません。無効貫通は2ターン継続してます。式神打って稲ちゃん打って全力でいきましょう。まあ稲ちゃん打たなくてもなんか抜けそうだったけど、はい、でまあダメージ63,960くるのでしっかり回復してもらえれば大丈夫かなと。でここは式神とガロー打って闇全力、ほい、
を執行する。まあこんなもんでいいでしょう。もう雑につなげりゃ勝てるんよ。それがイナちゃんですから。 OK。 やっぱね 1.2 倍ねドラゴンキラーでこれ上限振らなくても入るのがでかい。で今回君の名前覚えよう。ルネリス覚えます。木が出てきました。式神イナちゃんの式神イナちゃんの全力パンチ。まあこんなもんでいいでしょ。はい、じゃあこれ飛ばしていきます。 OK。 ようやくドラゴンキラーがちゃんとハマるダンジョン来たわ。で8階層式神打ってダーク打ってガロー打って全力パンチ。式神打ってダーク打ってガロー打ってダークを執行する。もうとんでもない場面だ。ちょっと待ってよ。とんでもないよこれ。はい、全力パンチです。まあエンハンスもかかってますからめっちゃ強いですね。で9階層を、今回はニースか出てきました。1コンボして式神イナハドラでいきます。式神打ってイナちゃん打ってハドラ打って、まあちょっと硬そうなのでちゃんと組みます。さあこれでニースはこれで抜けるかな。 OK。ミラの方が硬いかな。一緒ぐらいかな。まあ盤面次第、ちょっと盤面によっては抜けない可能性が出てきたりもする。でイナちゃんがチン入ったよね今。ちょっとね、じゃあイナちゃんが打てなくなっちゃってますので、回復もあるということで、ここはねルーレット、じゃあルーレットじゃない、あのループを途絶えさせてはいかんということで、本来はガロム打って闇を真ん中に残すようなムーブを取るんですけど、ちょっとイナちゃんが次に打てないので回復残ってたんでこのままキープしました。で盤面いいですね。盤面いいのでもうこのまま全力でいきます。これね結構マジのマジパンチ、もう本気マジ殴りやります。必殺マジ殴りやってください。ここじゃないとね、左がね結構きついんで、必ず光属性のこれぐらいに残してあげないと。でこの後で式神打ってイナちゃん打ちましょう。ちょっとイナとガロンの順番は入れ替わりになりましたけど、まあまあまあなんとかなるでしょう。で全力で、これで抜けるかなと思います。はい、OK。で、11階層です。光出てきました。光水の方なので、式神と、まあ、もう一枚適当に打って、全力パンチ。ダークを執行する。まあ、この時火は決めない方がいいね。わー硬いね君、硬いわー。闇1セットで、うわ、しかもそういうことやっちゃう。これはちょっとぐだるな。これ一応ワンパンで抜ける想定ではあるのか。一応ちょい待ちのオッケー。ちょっとまあその辺は臨機応変だね。ダークを執行する。闇は分割した方がいいんかな。あれはやっぱりオッケー。まあとりあえず抜けたんで、はい大丈夫です。12階層です。で
ハドラー溜まるまで、まあどうせここで溜まってるねっていうか溜まってるので、さっきの耐久がむしろプラスだった。はい、でちょっとルーレットはありますが、これで周りいっぱい組んで、さあこれで抜けるかな、よいしょ、おー強い、ワンパンで突破します。で13階層です。13階は式神、あーでもあールーレットあるから、まあ今回はちょっと今回いらねえ、自称だけしよう。ちょ回復でカーリーが出るとね、あの大変なんですよ本当に。カーリーが出た際はめっちゃ大変。闇闇ってマジでやばくて、盤面によってはねもう大変なことになっちゃうから、なんかの編成で使った時にね、俺こう闇闇になってやばいやばいみたいになったもん。じゃあ同じくもうルーレットあるからもうそっから書き出すわ。オッケー、これが今12かな、13か、あなんか抜けなかったんだけど、なんで抜きまーす。 OK で14階層です。光が出ました。式神打ってダーク打ってガロー打ってなんかなんやかんやいっぱいして、式神打ってダークの無効貫通がいきますね。これはしかもエンハンスっていう、めっちゃ強い、めちゃめちゃ強いっす、最強。 OK もう全力パンチ、うわーワンパンで持っていくんすよね、強い。ということでボス回想です。一旦耐久します。で両端以外にまた闇を貯める戦法ですね。まあちょっと今回は回復いるんかな、まあいいや。でまあこういうことですね。一回このムーブ取ってあげてルーレット作って、まあ、攻撃してくるね。でまあ今回画廊になってるので、まあ全力なのでもう全力でいきましょう。じゃあこっちもさあどうだ、うわー抜けそうだったね。抜けそうだったね。まあでもこれ食らっちゃうと、これ食らっちゃうとあれだな、攻撃ダウンが痛すぎるな。一旦抜きます。でボス回想は式神ガローもしくはイナでハドラー打って全力2回か。これとこれとこれ打って、まあ、全力2回でしょ。一発目、あーでも悪くないな削り的には。おーしかも光になった、悪ない。ダークを執行する、はい、さあどうだ、全力パンチ悪くない、
トリガーダークがしかも溜まった、しかも溜まっていく。からの、からの、これと、これと、これも打っちゃって。これどうだ、どうだどうだ、抜けるか、いけ、はい強い、はい強い、これですよ、スリーパンが快適なのよ。さあどう、ちょっとボス前がね抜けなかったのが、上限落ちたし、これでタイムが14分、いやめっちゃいいと思う、全然早かった。今のであれか、だいぶグだったと思っても、ボス回数あれワンパンしてれば13分で出たな。うん、まあちょっとシビアなところもあったりするみたいですけど、これはタイムと安定性にかけては結構ピカイチクラスなんじゃないかなと思いました。はい、ということでね、ヌペさんのツイッター概要欄に貼ってます、よかったらフォローとか、拝見とかしてくださいということで、もし参考になったら高評価やねチャンネル登録よろしくお願いします。これはトリガーダーク欲しくなっちゃうね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。